さあ本日も風船で質問していきたいと思います、はい、ちょっとこれがすごいリクエストがあったんで、うん、聞いておきたいなという質問が、あ、何でしょうか。ちょっと早速、はい、ちょっと前に、うん、定点カメラシリーズ12月のクリスマスに3日間やった、この世の中のリア充どもに、恐怖に叩き落とそうと思ってその人たちを、わざと定点カメラシリーズをクリスマスにぶつけたんですけど、まあ、あんまり怖くなく、もうなんか明治さん昭和さんの人柄分かってるから怖くないってコメントばっかだったんですけど、いやもうね、その時にちょっとあった現象で、はい、部屋が赤く染まるシーンがあったんですよ。あったね、ちょっとまあ、今流れるかな。まあ、いいですよ、はい。まあ、このシーンですけど、うん、このシーンについて一応聞いといた方がいいんじゃないですかという。あんま色ね、変化することないからね。だから部屋を赤くした時、どんな気持ちでしたかという。ちょっとこれじゃ伝わらないかもしれないから、実際ちょっと動画をこう流してから質問しようかな。ああ、その、ゆうれさんたちにね。そうそうそう、うん。これをちょっとまあ、今日聞いてみようかなと。はい。部屋があんま、よく言うじゃん。赤くなったら危ないんじゃないかとは言うね。やっぱ色が変わるとね。うん、そうそう。だから一応聞いとこうかな、うん。どういう気持ちだったのかっていう、まあ、やっぱりこう怒っていたのか、まあいろんな感情はねやっぱあるから、逆に楽しかったのが、赤と言ってもちょっとなんか夕日っぽい赤かったね、明るい本当赤っていうのはね、逆に、逆というかまあ、寒かった、なんか寒いからあったかい色にしたのかなっていう、俺のこれは勝手な感じだけどなまあまあ可能性としてはね、うん、逆にあった、暖かかったのかなっていう、そのなんかあったかさ寒さで反応したのかなと俺のイメージ。あとこれもちょっともしかしたらただのいたずら。まあ可能性は全然あるけどね。うん、遊び心でいうか。で、これもちょっと影とかではこういう答えがあった、うん。何もしていません。だから自分自覚ないけどああなった。またはカメラがただ、現象じゃなくてただカメラの何か。まあ反応してってことなのかな、うん。ただあんなモードはないですけどね。まあないやけどね。あとはもう普通に、その他と答えたくない。うん、この中でちょっと答えを聞いてみようかなという。まあまあ気持ちやからね。まあなんであのようにしたのかっていう、はい、もし今後だからこの答えが分かれば、うん、ああこれは気持ちいい時なんだな、それで逆に嫌な時だなと、まあ、また赤くなったらね、うん、やりやすくなるんじゃないかということで、はい、ちょっとじゃあセッティングいきましょう。はい、さあセッティングが完了しました。はい、いつも通り奥が明治の方、手前が昭和の方で、うん、赤い現象をやった時どんな気持ちでしたかと。気持ちね、うん、ちょっとじゃあ読み上げるか。あ、じゃあ、うん、選択肢上から、うん、怒った、楽しかった、寒かった、暖かかった、いたずら、何もしていない、その他で、うん、最後の答えたくないですね、うん、でこれちょっと一応映像、はいはいはい、明治の方昭和の方がいる方向に、あのこのまま、うんうん、これを一応今見してますね、まあ、スマホで、はい、もうこれのことですね。まあそうですね、うん、まあ一応どういう気持ちだったか、うん、さあそれではいつも通りじゃあ留守中撮影してみましょうか、はい、うん、それでは行ってきたいと思います。はい、
どうなるか分からなきゃ。分かんねえよ。例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、嬢様にあの人最近産みつかないって言われてしまえるぞ。もう人生の集大成ですよ。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいいよ。何俺、俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。